ああ、情けない。もう、本当にこの高野連という組織はどうしようもないですね。こういう方たちがいるから、逆に日韓の仲が悪くなるのでしょう。こんにちは、世界のカラバンのエドワードです。この度、韓国で開催される野球のアンダー18ワールドカップ。その大会に出場する日本チームが日の丸のシャツを着用させないで韓国入りするようです。8月27日付読売新聞ではこのように報道しています。日本高校野球連盟の竹中雅彦事務局長は27日野球のアンダー18ワールドハイで選手が韓国に滞在する期間中、日の丸をあしらったチームポロシャツを着用しないことを明らかにした。日韓関係の悪化を受け、安全面を考慮したという。移動時などには白い無地のポロシャツを着る。竹中事務局長によると、ワールドハイを主催する世界野球ソフトボール連盟は韓国側に日本代表の安全確保を求める文書を送っているという。竹中事務局長は、韓国の人を刺激するのは得策ではないと考えた説明した、この竹中事務局長っていう方、私は全く知らないんですが、親御さんから大切なお子さんを預かっているという意識はあるのでしょうか。もし私が彼の立場ならば、日本チームの球児の安全を第一に考えるでしょう。それとも高野連は、韓国人は政治とスポーツをごっちゃにすると思っているのでしょうか。坊主頭の日の丸をつけたスポーツ少年を見て、不快な思いをするとでも思っているのでしょうか。それこそ韓国の方に対する逆差別で失礼なことではないでしょうか。完全に間違ったメッセージを送ることとなります。韓国人の方は、我々をバカにするなと怒ってください。さすがに今回の決定には、ネット上でもほとんどの方が高野連に対し苦言を呈するコメントが多いようです。その一部をご紹介します。自分が球児の親なら行くなという、野球より自国文化の尊厳を守る方が重要だと思います。プライドを否定されての参加より、尊厳を守っての不参加の方が尊く、自分の自信となる。自国の国旗を掲げて行進することが不可能な危険なエリアに高校球児を送り込むって、未成年虐待でしょう。高校球児がいなかったら存在価値もないのに、高野連って何様のつもりなんですかね。しかし高野連は自ら露呈しましたね。教育機関ではありませんと。未来の侍ジャパンを担う子供たちに誇りをなくすような真似をする高野連は、もはや存在意義がない。理不尽な要求に恐れをなして、相手と議論も交わさず屈しろと教えているようなものです。腹が立つやら情けないやら、高野連はこれほど腐っていたのか。早く高野連を解体し再編しましょう。誰が言い出して誰が決定したのか知りたいです。日の丸がついた日本代表の服やユニフォームは、スポーツ選手にとってはご褒美だと思うのですが、まあこのような意見が出るのは当たり前ですよね。高野連という組織は、自国の高校球児の自尊心というものを考えていないのでしょう。高野連は春と夏、主催者後援者である朝日や毎日新聞の影響下にある組織だから、抗議をしても無駄なことです。ライバルがいないから自浄作用も働きません。日教組に子供たちを教育され、高野連では野球少年まで骨抜きに。でも優勝しちゃったらどうすんだろう。相手をおもんばかって国旗掲揚自粛？
それとも試合後のガッツポーズや喜びの笑顔までダメとか。高野連さん、まさかそこまではやらないですよね。以上、最後までご視聴ありがとうございました。